イギリスのチャールズ国王が今月6日の戴冠式の後初めての公務を行い、観光客らと近い距離で交流しました。チャールズ国王とカミラ王妃の姿が見えました。沿道から大きな歓声が上がっています。今月6日に戴冠式を行ったチャールズ国王とカミラ王妃は17日、戴冠式後初めての公務のためロンドンの繁華街コベントガーデンを訪れました。チャールズ国王とカミラ王妃は詰めかけた観光客やマーケットの従業員らに気さくに話しかけ握手に応じていました。